はい、こんにちは、ケソです。はい、どうも、ハネムンです。さあ、サイコロ優勝と魔王の城、はい、やっていきたいと思いますが、まずはチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますやめて、急に急にやめて。こういうのも大事なのかなと思いまして。急にね、あのちょくちょく挟んできますんで。あ、ちょくちょく。何かできたらすぐ高評価押せって言いますんで、うるさ、気をつけてください。はい、はい、そんな感じでございます。気をつけます。はい、剣闘士が出ましたね。どうやらシールドを持ってますね。ギザギザの刀、HP24、シールド5、6のサイコロで発動する。相手の攻撃力を5下げる。おもろいね。そうか、このギザギザの刀はお前あれか、相手の刀をブレイクするという。あ、とても、hey. とてもいいですね。いや、でも剣闘士でしょ、俺さすがに攻撃スキルだってほしいと思ってるわけですね。グラディエーター、はい、あー、やはり。で、6でしょ、負ける。打つと、スキル打つと負けるこれでいかせていただきますさあ、全然関係ねえ2の合計スロット1つ使わずね。あー、いいじゃないですか。まあまあ悪くないですよ。的確はいたか、今まで。的確スロット埋めるはお姫様とかがそうだね。ランダムもいたか。ランダムも埋めるがいました。いた、うん、しかも2だ、選べるってことですからね。結構強いんじゃないですかこれ。合計スロットね。で、防御あって、あー、でもやっぱ強いからアイテムは1個だ。まあシールドあるんで、あのシールドを持ち越せるってやつが良さそうではあるか、ね、まあレア度上がるもんね。こっちも気になるね。こっちも気になるけどね。レアのアイテムに変換する。いい、ニンニクがレア度上がったのクソ強いよな。まあな、でもな、どうしてもいいですよ。辛口一杯で、へい、勝ちに行きます。ハードで行きます。今日も多分強いよこのキャラ。へい、相当強いです。耐えろ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 耐えないよね。ハード無理じゃないかこいつ。そうですね、うん、こいつ弱いな。はい、思った以上に弱い。こいつ盗賊の次に弱いぞ一旦そうだね、ね、うん、ハード無理。はい、弱かったですこいつ、うん、単一なのがね、単一が1試合に1回だろうが、かなり終わり散らしてる。ということで、ノーマルで。ノーマルです。あ、ノーマルだとアイテムがない。あ、そうなんだ。だからやっぱ強い扱いなんだね。本当に、ね、じゃあアイテムなしで頑張りましょうか、はい、アイテムなしです。本当に、うわ、イノシシだし、めんどくさ、殺そうも、うん、さあ2ダメージ受けながら、はい、ネズミはだるいね。あ、倒せるよ。なんかだるい敵ばっかだな、ね、最初はカラス欲しいよ。ワスプリッチ、重いな。重い。まあリッチはこれで倒して、ワスプ重っ。ワスプ重いね。エンドしかないよね。これ3を与えたら8になるでしょ。困るな。あれあれ、無限ループ入ったこれ。まあまあまあ、これ無限ループ入ったか。なんとか、いや、剣闘士できる、剣闘士できる、剣闘士できる。決まったぜー。じゃーん、2とかね。はい。え、ワスプあんな強いんだね。揃ってねえと。2は OK、 1も OK、5も OK、 3で倒すか。2、1、5、3、 OK。 重かったな。火力1列が欲しい。ガード、チャミジョー。チャミジョーじゃん、チャミジョー。チャミジョーかこれ。シールド5点付与、意味ないもんな。なく、意味なくはないけど、まあ、チャミジョー超強いよね。めちゃくちゃ強い。チャミジョー、チャミジョー、ね、お前ちょっとファームさせてくれ。ファーミングチャミジョーね。ヒーローの HP が12回の時、サイコロがプラス1。双子はさっきのやつね。1回で異なる色付きサイコロが2種類以上出た時、シルバーに15、ヒーローの HP を回復する時に2回復。しょっぱいねー。ギリ15かなぐらいだけど。リロールして3のを狙う。あー、チャレンジやりすぎ。安定15。あ、15、そっか、ステージ回復、ステージ回復するとき回復か。そうそう、あー、いいんじゃない。まあ、そこそこ、うん、確かに確かに確かに。安定15で。双子は同じサイコロの1回で、うん、1、買ってもいいか。シルバーには5回発動させればお得。まあそうだね、まあ良さそう。じゃあ、うん、オッケーオッケー。あんま気にしないけど、多分いつかプラスになってるでしょう、うん、なってるでしょう。ジャークフェアリーは絶対倒せないから、まあそうかな。こうか、ああ、
で次チャミジョ発動の邪悪のフェアリーファーミン ミングありだね。あいらない、チャミジョいらなくなった。そうだね、これで良くなったね。まあ普通にファームしますか。オッケー、ログシールドつけますか。6だったらつけとこうか。オッケー、俺を狙え、チャミジョを狙うだ。何はまあなんかここを埋めといて、そう、ね、3、4、オッケー。あ、5が来た。こんないらん、うーん、ここ使っとくか。いや、それは取っとけば。次に、うん、スキルをどっちか発動させちゃえば。え、青の。スキルをこっちで使う。青、なんか剣闘士とかでもいいし。もう入れとく。え、連打しすぎですね。連打で。連打クリックで。ああ。じゃあ偶数でも入れといて。6も入れちゃえばじゃあ。ここ入れて、発動するようにしといて。あま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 あ、さっきなくなった1が痛いね。え、消えちゃったね、1ね、ピューってなくなったね。まあもう一回チャレンジしよう。ああいいね、いや、ああ1、めっちゃ来るやん。じゃあ1個もらっとこうかな。あ、素晴らしい。4が2個1あるね。まあこれで両方錬金倒せるけど、チャミジョイヌシに打たん、多分それラストワードも減るでしょ、ね、消滅した時攻撃力分だとしたらちょっとお得か。じゃあこうしましていいんじゃないですか、これで。うん、いや、そうそう、ファーミング。うわあ、チャミジョが狙うだ、狙われる、チャーミングマダムが。おお、チャーミジョ狙うだ。チャーミジョも狙うな。狙ってくるね。ちょっともったいないが、いいでしょう。迷った末ね。迷った末。5で。この5はもらいましょうか。こうしようか。うん、ナイス。いいね。1だったか？まあ関係ねえか。シールドついてたし、スキルを使用するとき10%残り、バカ強くね、おもろいね。スキルだとチャミジョでもいいんでしょ。うん、購入された青色のサイコロが出る確率がプラス 5%。 うん、怪しげポーションはこれはきついんだよね。これはちょっと厳しいね。まあフルートは買っていいと思う、面白いね。え、2回発動させればいいもんね。割とね、青色サイコロか、どうなんでしょうね。まあ剣闘士が6ってちょっと厳しい目だから、まあなしではないけどって感じ。まあ安いし買っちゃいましょうか。じゃあ、じゃない OK。 長昆虫、昆虫はちょっとね青が出ると具合悪いけど、あ、具合悪いね。昆虫倒しちゃうかな。昆虫倒してむしろ長で長ファームするか。ファームすれば長手仲間優先、敵仲間優先 か、ちょっとだるいな。まあでも昆虫はちょっとだるすぎる。昆虫しょっぱいね。石の騎士もだるいから、ファームするなら長なんだけどって感じだね。いや、長るか。うーん、いやー、チャミジョから1ずつ食らうのが嫌なんだよな。いや、まあ、でもしゃーね、本当に嫌だ。でも昆虫はもうそれ以上の悲劇が起こる可能性があるから、まあ、育ってっちゃうからね。本当に良くない。頼むチャミジョ、ちょっと5ターンぐらい耐えてくれ。チャミジョごめんよ、ごめんよチャミジョ、お前にこれつけたいよ。なんでつけらんないんだろうね。ね、いてぇ。13、その1は大事か。こっちの位置にしとこうか。で、あ、てか倒すか。あ、そうだね。うん、オッケーオッケー。チャミジョ、まあ3ダメージなら許してくれるだろう。うん、オッケー。ファームもできたし。6でないか。55で沼の怪物？ 55 倒し、フェアリー1下げ、スパイダーが残っちゃうか。
まあまあ、スパイダー一下げで、いやまあ沼は殺しかないね。沼はそうね。俺倒して。沼は殺しかない。スパイダー下げてもいいね。スパイダー下げて、ジャクヤリ殺す、うん、いいんじゃない。で、チャミジョ次発動してみたいな。チャミジョ発動して。今のかな、2とかだったらな、ね、あ、これでいいのね。ああ、まあ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 。チャミジョは発動できる。26で発動して、シールドつけて。まあ、こいつだったら。ちょい耐えしますか。剣闘士も狙ってくれるから、そうね、オッケーオッケー、いや、いいねいいね。2、1、4、3、あと5、6ですね。いてー、俺の2どこ行った。今入れてたよ。んあれ、ここにあったダイス消えなかった、気のせいか。いや、入れたと思う。入れたか、うん。あー、シールドね、重いの出ないね。まあ4でも入れようか。2は一番いらんでしょう。やめて、やサビジョを狙わないで。6来た、ありがとう。44か、そうね。 OK、 チャーミングな女性死んじゃうよ。SP2 直ちに10ダメージ受けて、はい、ヒーローが死んだら復活して回復、ね、はい。おお、まあ、チャミジョがちょっと救えるかもしれん。すごいしょぼいけどね。スキルを使用すると1回最大2回しか使わないから、まあ、そうだね。あ、じゃあシングはヒーローの HP を2回復、各ステージの1ターン目スキルスロットはロックされる。うーん、1ターン目はスキル使えない代わりに毎回2回復する。毎回2回復、いちごのドレッカだけどね。あー、まあ確かにね。ありだけど、全然4回復するようになる、これから。そうだよね、うん、1ターン目に使えないの、まあこれは買おう、これは買おう、チャミジョのために。で、これをどうするかだよな。そうね。各ステージの1ターン目だけロックされる。まあ、ありか。まあ、それ買うんだったらもう展開も買っていいと思う。はい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 。だってこれから回復し続けるんでしょ。そうだね。で、死んだら復活するっていうの結構。はいはいはい。じゃあ両方買っちゃいましょう。うん、良さそう。OK、死んだら回復するようになりました。はい、ステージ始まると4回復します。ただしロック。1ターン目だけな。はい、よいしょ。2、3、5。いや、1ターン目にこれ使えるの結構厳しいかもな、もしかしたら。確かにサイクロプス倒せないもんな。そうだね。倒せるか。まあまあ、ギリギリ。スパイダーか先。サイクロプス効果は。シールド破壊。まあ今、スパイダーの方が痛いか。こうしますか。3は必要か。まあ、これだったら。まあ、人狼はいいでしょう。うん、ああ、スパイダー倒しちゃおう。で、うん、まあ、シールドも破壊されちゃうし、これ、5、5いらないっしょ。うん、いいよ。で、ここ3でもね、適当に埋めといて。OK、これで出たから。チャミジョ使うかどうかやね。チャミジョ。まあまあまあ、スキル使うたびにチャミジョが回復していくんで、ちょっとファームしよっか。Okay、頑張って、6-2で。6-2チャミジョ。OK。回復。一剣投資シールドは、ああ、回復分が。ああ。1、3、まあ、5は一応取っとくか。そうだね。おい、危ない。5、6、2、キープ。おい !4 がない。差し伸び寄る。4がない。シールドつけて。なんか発動しとこうか。そうね、発動し、2、5にするか。あ、2はこそうだもんね。そうね、使いたいもんね。こうか。そうね、使っちゃおう。よし、これで。頼む。うわー、チャミジョー、どうしますこれ。チャミジョーを救うなら、ここで殺すしかないな。まあ、殺せるよ。剣闘士殺せるから、全然。剣闘士フィニッシュか。問題ないんですが。剣闘士フィニッシュしますか。しますか。チャミジョー強いもんな。チャミジョー回復。OK。1、3、6。いや、3が欲しいかな、こうかな。OK。見えない。はい、2ね。2です、はい、うわ、出たよ。出たー。でも、まあ、チャミジョ1ターン目、チャミジョだね。うん、なるほど。聞く。6を使うし、なことない。2、1、1、3。こうか。うん。で、チャーミングできる。
チャーミングファーミング。チャーミー城。あー、強い。なんて強いんだ、お前は。あー、やめてくれ。まあ、6、1揃ってる。倒せる。いいね、倒せるね。倒しちゃうか。4だけなんだよね。ほんとだよ、あと4なんだよな。一旦耐えるか。一旦我慢しよう。チャミジョも耐えるし。そうだね。もったいないか。まあいい。オッケーオッケーオッケー。もう一旦耐えてもいい。あれ、待って待って、なんで今シールド消しとんだの。今シールド消しとんだよね。6のシールドついてたんすね。なんだそんな効果？なんかあったっけ？なんで？リセット。相手のスロットもリセットした？え、そんなことある？おっかないな、こいつ。ちょっと殺そう。ね、6、1。うん。検討して勝ち。なんでシールド振ってるんだろう。ね、わかんない。確かに。シールド6ついたよな。絶望のクロスボウ。ヒーローを消滅して最高の数。は？まあ一応か復活はしますよ僕。あ、確かに。あ、そういうこと？え、コンボ、まあまあ、そういうこと？復活はするんですけど。うわ、近畿で絶望欲しかったね。そういうことなのかな。いでも絶今以外絶対取らないよね。もうまあまあそうだね。あ、だからこれを取ると今 HP が10になって、うん、サイコロが1つ増えるよと。そうだよね、うん、やってみるかね。じゃあ絶望のクロスボウ自分に打つんだね。えぐくな。まああれを取ったから、え、マジ専用じゃない、来るの、来るんじゃない。確かに初めて見たもんね、うん、今だってリトライって言ってた時ちょっと焦ったよね。ちょっとひよった。終わっちゃうのかって。ひよった。びっくりした。な、これは取っていいね。これ、あれ、重なる？あの、記憶が。あ、前世の記憶。記憶が、そう。前世の記憶。はい、すいません。はい。的確そっと、ここを埋めるたびに、コインがまあもらえるようになると。最強です。近畿ですがな、マジで強いんだけどな。ね、あれね。惜しかったね。はい。うん、サイコロ1個増えてます。増えてるし、オレンジダウンも狙えるね。いいですね、うん、で33が一応あるから森の精霊は倒せる。素晴らしい。1がないのにイナゴは絶対倒せない。サラマンダーは倒せる。それか、まあこれでイナゴ以外はやれるけども、シャミショとオレンジサイコロを使って2人1にするも面白いかなという感じ。どっちがいいですかね。まあこういうことをすればね。そうだね。それとそう 4入れとやってみようか。どっちがいい、散らしてみようか、せっかくだし。うん、じゃあまあこれは倒しちゃう。これ倒す。ジャックフェアリーも倒す。ちょっと豪勢ですけど。豪勢いいんじゃないですか。イナゴなんかに使ってるから。うん、うい、まあ、釣ったからいいんじゃない？まあまあ、いいチリ。224で、まあ、イナゴファームですかね。そうね、うん、ファームね。怖いですけどね。そうなんすよね。チャミジョがもう死にかけなんだよ。チャミジョー、まあ、63、普通の63入れて、エンドかな。はい、ナイス。541、あと2が出れば。どんどん金が増えてくる。1を1か5か。検討し入れたいな。じゃあ1、あ、待てよ。あ、1はイナゴに使うのか。そうだね。はい、1出た、2も出た。よし。まあいいでしょう。いいんじゃない。ナイス。チャミジョもう交代してもいい。確かに2だもんな。うん、予言者が、あ、スロットランダム完成ね。トレハンか。お宝いっぱいちょっと弱いな。で、スキルをいっぱい打てるキャラの方がなんか回復するんだよね。打つたび仲間が回復か。でもそんなないよ。あ、てか予言者は奇数奇数打てんのか。意外と。ああ、予言者ね。
前なんか使ったけどそんなんだったんだよな。なんかまあ2回は発動した気がするんだけどね。やってみるか予言書。じゃあいい、まあ、回復するんだったね。奇数奇数入れて回復 しまくれば強い気がする、ね、死を這う者の時計、ステージが開始するときシルバー1枚獲得、よえこれなんかあるんじゃねっていう話をしたよ なんかあるんじゃないって話だよな。ゴールドスロットを完成するときヒロスキルを可能にする、うん、まあ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 、まあ、仲間が死んだらゴールド3枚、まあ、欲望の杖はありだけどリロールしてもいいか、勇気のこれ血を這う者の時計買ってみる。だったら欲望も買うか。 OK、 じゃあこの2つ買ってみよう。 OK、 俺さっきのやつと同じでさ、あのクロスボウと同じでさ、これを持ってたらなんか出るみたいな感じだと思うんですよね。だって弱すぎるもん。確かに、うん、超楽しみだ。何かあるよ確かに。うん、ちょっと重めですね。待ってね。うん、ちょっと袋もう一回見せて。あれ今ゴールドが1個増えなかったか。え、ゴールド増えた。ゴールドだったらこれは適正です。あれだってさ、うん、ゴールド0枚になったよね。まあ、次のステージシルバーが何枚だったか。まあまあ次のステージで確認しよう。だったらゴールド獲得するんだったら適正。今なんか俺なんだろうな、まだ、うん、全然誰も殺せねえ。345で一応ミノタウルスだけやるか。いや5、あそっか赤色かそいつは。どうしようもないね。そうだね、1で 1、 あ1下げるか。下げちゃおうか。1は下げる、うん、1で下げて、まあ、345で倒してシールドつけてエンドですかね。いいでしょう。まあそうだな。まあ血統子発動はしたいね。そうね、こっちの方をそうね殺しましょう。よいしょ、うん、いいんじゃない。でまあファームしましょうか。 OK、 3、6、5、1、4、あと2。 OK、 あ2来た。もうなんかやるか。そうだね、せっかくだしな。いいよ、それのファームもするね。え、ほら1回復。うん、3、3、ほら1回復。1回復でかっ。いいじゃん、サイコロ多いからいいね。ね、1、3で発動を。1回復、2、6でも入れといて。オッケー、まだいくからな。ほら、はい、1、1、1、1、1回復。回復っていうたびに拳握りしめるのもらっていい。グッ力が入りますね。3と5入れて1回復。いいじゃん。あ、サイコロ多いから素晴らしいですよ。1回復で倒しちゃいましょうか。そうね、まあ一応2は入れれるか。あ、まあこうしてか、入れて5も入れちゃうか。あ、入れなくていいのか。まあまあ一個余ってるから、これでじゃあいいじゃない。で今予言者いっぱい使いました。だからいっぱい発動するかもしれない。アンド今47です。47、ね、で3枚回収しといて、あ4枚 か。でこれで 5-1 でしょ、ね、はい、6-1になるか 5-2 になるかね。あ、6-1だ。そうだよね。だよね。500でした。500です。そして予言者バカ強いっす。強い。予言者最強でしたね。そして強い。うん、なるほどね。じゃあ適正です。あ、適正ですね。そうだよね。あ、そうなんだ。だって弱すぎるもんね。6コインであの効果じゃない。はい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 。OK です。リッチ2で倒しましょうか。2で倒せるですね。チェストも6で倒せるです。まあ、大森はなんと倒せないですね。じゃあゆっくりファームしましょうか。はい、いいでしょう。うん。だって3普通に入れて。発動して。発動して5-5入れれば。ね、どんどんこいつは育ってって、シールドつけちゃえば。まあ、そうしましょうか、うん、6でもつけてね、うん、予言者は毎回2ずつ回復するし、剣闘士は6シールドあるし、こんなのもありますよ。次でいいんじゃないか。次しますか。コウモリだって多分余裕でしょ、耐えられるか。あ、まあまあまあ、色付きもったいない気がしちゃうね。5と2、ダイスが多いから素晴らしいわ。5はある。
にはないから、まあじゃあ預言者ファーミングをちょっとして、おらー、拳を、拳を握りしめて、ちょっともったいない、違ったら、まあ、4は違ったらいいでしょう、シールつけちゃうちゃうか、うん、オッケー、あーこれでいいだろう、よし、オッケー、いや回復偉いからな、2来てくれた、3と1でファームして6シールドつけちゃうか、6シールドつけて1個6にして、この5はちょっと大事に、オッケー、ああもう預言者を狙うな、奇数、あ全然出ないな奇数が、まあ3、4にしますか、3、4で倒し、1回発動して倒す、もうちょっと発動しとく、まあまあ3回も発動すりゃええやろ、オッケー、合計するだけでしょ、こいつ、いや違うよ、あら全部違うよ、そうだからやるだけ得なんだ、10回ぐらい発動しとけば次のターン始まったら全員死ぬ、うん、だ次のステージっていうのがここを換算した場合終わりなんだよな、だ、ね、ステーキ中村 HP12 回復はありかも、あこれは買いたいね、うん、振り出すサイコロがプラス1だろ、ただ少々ヒロなちょっと困っちゃうかな、7ダメージね、このターン終了っていうのは多分役的には試合終了、ね、多分さすがにね、うん、一ターンに一応7ダメージ受けたら終わっちゃうから、でヒールを受けるダメージマイナス1、まあ宴買おうか、宴とかげろう、かげろ買う、宴かげろう、いいよ、コーロか、一応始まるたびに4回復はするんだけどって感じ、ね、しかも振り出すサイコロプラス1だからでかいよね、勝ってみる、強い、行ってみるか、オッケー、ちょっと怖いけどな、ちょっと若干ね、ただまあシールドがあるから、シールドあるし、そう4回復する、でターンごとだったらもう終わろう、ターンごとだったらもうだ、終わり、うん、そんなの終わりで、さあ預言者が発動するんだから、うん、強くない、どう、強いわ預言者、うん、ヨレ倒せねえか、3もない、5はあるからタイラントは倒せる、タイラント倒せるけど神、まあ、これ下げるか、うん、そう下げるのはあり、ちょっと剣闘士使えないの痛いね、1ターン目だけね、うん、ヨレは月倒せるもんね絶対ね、ヨレ絶対神と呼ばれるものは生むんじゃなかったっけ、何か、あープラスか、証明するとき色付きサイコロ3つくれるらしい、うーん、まあまあいいんじゃないこれで、紙そうだね、うん、オッケー、あとはあとヨレ倒せんのか、全部ぶっ込めば倒せんのか、倒しちゃえば多分倒せるでしょこれ、6464の42で倒せれば42か、ああちょっと倒しちゃおうよ、ちょっともったいない気もするけど、まあダメージよりはいいんじゃない、あこんだけ振り出すんだったら、うわあ、なんなら殺せそうだね。あ、殺せれば。殺せはそうだね。まあ、5で下げて。5で下げて。5で下げて。6持って。うん。まあまあまあ、シールドでもつけて。で、あとファーミングと。よし、ゆっくりさせてもらいましょう。預言者死ぬほど発動しよう。まあ、まずは埋めて。2、3も埋まる。4も埋まるけど、ちょっともったいないか、まあ、いっか。いっちゃいっちゃいっちゃい。6も埋めて。で、5はそうだね。OK。偶数がねちょっとこっから余ってくるんだよな、うん、3入れて発動を、俺回復、55で発動を、俺回復、余り、余ったね、余ったね、じゃあ2でも入れとくか、あーいいんじゃない、 OK、 1、3、1はまあ入れちゃいましょう、で3、6、あー6にする、 OK、 5は次のターンに取っとくか、まあ入れてもいい、あ入れるか、そっか、そっかそっか、でまあまあゆっくりゆっくり、うん、あれ最、これ最強かもしれない、こいつ、あこいつもしかしたら最強キャラかもしれない、うん、もしかしたらだけどね、うん、まだわかんないか、まあまだわかんない、2と6交換しとく、あそうしようか、あこうしようか、一応ね、まだわかんないよな、どうなんだろうね、最強なのかな、あ3入れて3、3で打てるしね、ダンマスが来るのか、どうする、3はまあいいか、まだ打つ、オッケー、うん、で一回ダンマス耐えて次3で、じゃあ4にも入れちゃうか、剣闘士に、オッケー、1も入れちゃって1、そうだな、あーどうする、いや1こっちだな、オッケー、よしよしよし、楽しくなってきたね、え、まあ強いんだから、まあ、そろそろ3は倒したい、1入れて発動を、16発動、これ死ぬんじゃない敵、そうだよね、3入れて、うん、3で倒そうか、あーそうだ ね, うね、うん、あ楽しくなってきた、さあこれどうなる、これね、一発何回発動した、23回は発動した、あそんなに発動したんだ、
なるほどね。あ、7点最後食らったね。はいはいはい。ほう、なんかまあ同じとこに打ってるのもあるかな、おそらくは。ありそう。さすがにもうちょっと打った、もうちょっと打ったと思う。待たなくていい、ごめんね。はい、オッケー。オレンジサイコロ下げれる。こいつはなんか産むんだっけ。あ、回復してくれるらしい。ありがてえ、こいつ。ありがた、味方やん、味方やん。じゃあナイス。じゃあ埋めさせていただいて、まず埋めから。楽しくなってきたね。やっと楽しくなってきたね。流れが、うわ、マジか。予言者こんななるか。てかスキル打つたび1回復がやべえ。まあえげつないね。うん、かなりえげつない。読んでた。大事だね。じゃあ始まりますか。始まりますよ、はい、ここから。1回目。ほらーで、偶数は全部これぶっ込んでっからの。オッケー。1回目。2回目。1号も入れちゃえば。偶数いらねえ。1号入れちゃおう。ああ3回目。ほら。3回目です、一応。オッケー、数えましょう。4なんていらん。3、5。4回目。3入れて、エンド。ほら。5回目。ほら。5、2。6回目。ほら。ほら。7回目。ほら。HP、強いな。HP よ。あ、寄ってきましたね、彼も。8回目。ほら。じゃあ、そんな打ってないな、さっきこの感じ。そっか。うん。この勢いでこれなんだったら、さっきは正しかもしれない。8。これで9でしょ。3、1で9。9。殺すか。まだ耐えるか。殺しちゃいますか。おっしゃいましょうか。オッケー。4、6、6にして。4入れとく、一応。ああ、こう、どうしようかな。まあ、これで、どうしようかな、ダイス。4、2、6。こうしときましょうか。うん、いいんじゃない、うん、一応ばらけさしといて。さあ、コイン15枚ね。あれ、敵4体いるとき、サイコロプラスに強い。これ強いね。一回復活するけど、シルバー5枚獲得。あ、もう今更なんだよな。クボンチュー取ってリロールするか。そうだね。敵4体以上になったら5枚につき1枚ゲット。まあ、強いけどちょっと遅いかな。今更だよな。欲望チューブリロールで。オッケー。またかよ。またじゃん。青色サイコロがプラス 10%。 全てのアイテムを捨てて15ゴールドね。まあ真ん中リロールか。こんな掛かってリロール。光るナイフ。合計スロットに配置したいころがプラス1。うん、買えない。アイテムのレアドプラス1、これから出会う。だったらもうランダムじゃね。ランダム獲得もうないもんね。あ、ここにあんのか。一応どうする、取っとく。じゃあ、じゃあちょっと一応夢を見て真ん中掛かって。あ、夢見る。夢見で、で次がもう仲間か。まあ、はい、考古学者でも出ない限りもう予言者で行きたい気持ちですけどね。芸術家ガード。遅いね、芸術家。遅い。まあもうここまで来たら彼も育ってるんで37と。ああ、はい、ドリームを強。さあ行きましょう。ああ、強い。うん、でもあれだね、読んだわけない。4箇所。そうだよね、だから数えてたもん、うん、9は言ってた。だからやっぱ被ってんだね、被ってる行き先が。そうね、なるほどね。ダイスの数。まあまあ出たね。まあまあ出た。まあまあ出たね。デバウラやばいから、デバウラ絶対やるでしょ。2減らせるんだよ。2しか減らせないか、逆に言うと。で、2が、血もがれの子に2入れることになる雰囲気は出てる。ああ、ほんとだね。うん、まあ、毒物方法は倒すか。ああ、いいよ、倒してもいいよ。いやー、もったいないな。あ、まあデバウラー絶対倒し。いや、毒物ちょっと待つか。 HP あるし。あー、いいよ、デバウラー絶対倒す。これも殺す、殺す、殺す。3、6、4で死んで、4で倒すか。 OK で、シールドだけつけて、ちょっと次オレンジサイコロ願ったり。いいよ、願ったたり。あら、痛い。願ったり。まあ別に予言者は今5回発動すれば同じだから。プラマイゼロだから。確かに、うん。
まあ梅もしたいか。まあオレンジ出るまで予言者埋めてった方がいいんじゃないか。オレンジ優先した方が。じゃあこういう感じで、うん、だそうしたら偶数だけ右入れていけばいいからさ。てかもうそれで終わりぐらいか。ほぼ11だけかと。411だけ入れて発動2回目。ランダムはまさか被ってるとはな。うわあちょっと痛いね。頼むオレンジ。わ来ないね。まあちょっと痛いけど、痛いけどライフにちょっとかまけて使ってもいいと思う。まあ味方狙っ、味方で剣闘士狙ってくれたら美味しいし。まあ埋めるか。5。1、2だね。1、2埋めて剣闘士に6でもぶっ込んで。4もぶっ込んで。剣闘士に打ってくれ。ナイス、はい、シールド一撃だ。そうなんだよね。まあ、そうだ、破壊か。オレンジ出ないね。出ないね。まあ、3は出たから、一応これは OK。埋まった。まあまあ、もうちょっと打つか、さすがにな、うん。せっかくだしな。いいよ。打ってこう。1だけでいいね、そうね。オレンジ出てくれ楽なんだけどな、ね、でも5ダメージでファーミングしてるの結構いかれてる。やっと出たけど今更だね。あ、まあ予言者発動して、まあまあまあ、2回発動できるから、まあ、被るんだったらこんぐらいでいいかって感じだな。そうね。5、3で発動して4取っといて倒すと4とかで倒して、うん、OK。 あ、いいじゃん。ナイス。まあ5回ぐらい打てたか。うん、 OK。 さあどん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 ティーン。あー強いよ。強いね。でサイコロがもう8個ぐらいババーンって素晴らしい。22でキメラ倒せる。22キメラ倒しちゃって22か、なんでもいいんだ。うん、そう。司祭は54で倒しちゃってよくて、でグールが出るから、グールで再生するから、まあそいつはだったら5ちょっともったいないから5を予言者に使いたくて6にするか。まあいいんじゃない。それで倒しといて、で墓荒らしだけ一旦ファーミングの気持ち。 それか倒してグールに4使う。4突っ込んでもいいね。確かにそれにするか。でも5を使うのもったいないから64にしよう。64で倒して、倒してグールだけ減らして、うん、オッケー。始まりましたね。グールの効果見して。あ、よくなかったなこれ。めんどくさいね。ちょっとめんどくさかったね。まあ早めにやるか、まあ、そうだね。そっか、こんな効果あったのかグール。うん、グールって、ね、瞬殺してるからいつも分かんないけどね。まあでも次宝箱だからゴールドは欲しいな。そうね、もうしっかり回収していこう。6、5、3、2、あと4だけか。でも333必要なのか。そうね、ちょっとだるいね。だるいね。まあまあ、いいね。いいね、2回発動。痛い。プラス1ね。そう、よかった、倍じゃなくてよかった。4来た。4はありがてえ。4か、この4か。発動。待ってね。333はグルに必要なのよ。最終的にね。3キープの。入れちゃってもいいよ。ないか。別に3は。ああ、確かに。そうそう、入れちゃっていい。この4ちょっとここの4に使うのもったいない感じであるよな。じゃあ奇数に入れちゃえば6。こうやって、あ、こうして発動して、うんうん、じゃあ6も入れちゃえば奇数。6も奇数入れてシールド適当につけといて、4も入れちゃいましょう。これポンです、ポンです。はい、でこれ4と3待ちます。カモン。ああ、普通の4も出た。4が来た。 OK で3がこれで倒せて41発動。発動でいいんじゃないですか。倒しましょうか。うん、まあ入れなくてもいいか。3倒して2は取っとく。そうね。OK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 。さあ、またかげろうかよ。お、グリフォン爪。うわー、強い。強いけどボスなんだよね。だボスが何かだよね。そうだね。ああ、1なのりあれでしょ、オレンジ前でしょ。まあ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 。グリフォン取ってリロールしますか。でもオレンジ狙いますか。カゲロウもまあ悪かなさそう。じゃあ全部取りますか。全部取ってもいいよ。全部取って終わるか。全部取る。はい、オッケー。はい、ナイス。ああ、すごい。レジェンダリー2個爆買いして
いけるでしょう。ボス。ああ、君か。預言者は。おお。強っ。強いね。預言者くん。でもそうだ、敵だから、ボスには対象なんないってことね。うん、ね、はいはいはい。ボスが5下がります。さようなら。はい、勝ち。ダメでしょ、これ。あとは2と2をファイアボールに入れちゃって。そうだね。うん、もう別に次ないから予言者打つ。あ、確かに予言者打つ必要ないのか。そっか、忘れてた。ごめんごめん。普通にもうそうだった、減らせばいいのか。だったら最後剣闘士の攻撃で、そうだね、30を減らし て, して、はい、まあ、剣闘士打っちゃえば、じゃあもう30一番大きいの、そうね、まあもう入れてけばワンチャン倒せるか。25ないか。まあ風前の灯火しときましょう。惜しい。ファイアーボールこれ、うん、あれ出んのかな。さらにちょっと検証してみよう。あー、やっぱここまでで出ないんだ、うん、そうね。あ、間違えちゃったあ、間違えちゃったあ、間違えちゃった間違えちゃった間違えちゃった。そうそう、死ぬけど大丈夫。やばい、そろそろ死ぬ、そろそろ死ぬ、そろ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 、あ、預言者が死んじゃうね。預言者は生かしておこう。ああ、さよなら。はい、で、ゴーゴー、うん、死んじゃうかもね、預言者で6、4、6、3。はい、そっか、あいつ倒さなきゃいけないね。そうそうそう、5、5、6、6、6、2、1、1。ああ、なんでもいいや。なんでボスいつもこんな楽勝なんだよ。いつもボス楽勝ね。お、なんかでもカマキリが来ましたよ。な、バッタじゃないか。バッタか。コオロギだった。死神の契約を使ってゲームを開始する。なんだっけ、死神の契約って。なんだ。なんだっけ。あれかな。アイテムにあるかな。一回回復じゃない？なんか。それは違う、展開の契約だね。展開の契約か。死神の契約ってなんだろう。まあ、楽しみだね。2つ持ってたんだ。気になるね。あ、そうだよ、1個買ったよ、まあ、今回その弓のやつが面白かったね。右のクロスボウね。うん、絶望のクロスボウ、まあ、ダイスが1個増えたわけですからね。ね、かなり強かった。楽だった。でも本当に1回絶望したわ。えって、リトライ画面出るんかいってっ、うん、あとスキル打つために回復も強かったですね。あ、強かったね、その左ね。これか。そう、戦争強かった。預言者が斧ブンブン振りましたね、今ね。ひたすらだ。あ、なんでこれで回復なんだろうね。わかんないですね。でもあれですね、本当に預言者のちょっと強いところが見れて、ね、強かった、良かったですね。剣闘士は本当に弱かったもんね。ちょっと弱かったね。あ、スキルは強いと思ってたんだけど。っていうのかな。単一弱いね。試合試合しかも合計スロット1個だけ減らすのはちょっとしょっぱい。ね。ね。まあ、ノーマルでのクリアとなりましたが、そうですね、まあ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 、よかったでしょ、まあ、いろんなキャラやっていきたいんでね。そうですね、はい、はい、じゃあまた次は違うキャラで、はい、遊んでいきたいと思います。では今日は終わりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。